とカードについて補足をご説明いたします。はい、モバイルポンタみたいな形で、質問セッションの中でモバイルポンタみたいな形で D ポイントもアプリ化してスマホの中に入れて、ローソンさんでお財布携帯で決済したときに決済もできて、同時にその D ポイントもつくみたいな、一動作で全部終わるみたいなことを考えてないのかというご質問だったと思うんですが、結論から言うと考えてまして、12月1日に実現できるかどうかわからないんですが、準備をしております。ただローソンさんの個数の方の協力も必要なので、その辺も今協議中というところでございます。以上です。よかったですか。なんかそれ違っててごめんなさい。今回、SP モード携帯に機種出されますけども、3G の従来の携帯の料金体系を取ってますけども、一方でその LINE とか使うと、簡単に4200円になってしまうのかなって気がするんですけど、その辺は問題ないというふうに捉えていらっしゃるんですか。今のところそれでいこうと思ってます。そこら辺でユーザーからちょっと高くなったんじゃないかみたいなクレームが出る恐れっていうのはあったりはしますか。それは多分お使い方なので、まさにそのいわゆるフィーチャーフォンを使いの方が LINE をお使いになりたいという方もおられるんでしょうけど、どれぐらいの比率だろうかというのはこれからちょっと見ていかないかなと思います、逆にそこでアープアップを目指したりっていうことはあんまりそれは考えてないですね。今やっぱり皆さんがお使いの LINE というのはやっぱりせっかくの Android なので使えたらどうだという発想で使えるようになります。今回のポイントサービスの陣営ってかなりも絞り込まれてきてますが、ここから先というのはさらに競争が激しくなるのか、それとも共存していくことになるのか、どちらだっていうのが難しいですね。お客さんの視点から言うと、そのいろんなところでお得があって便利があったらいいですよね。そういう中に私たちも組み入れていただいて、かつまた私たちの世界が広がっていけばいいなと思っています。ローソンエクスクルーシブではないんですよね。それはちょっと控えさせてください。そのプラス D みたいな形の中で、まず最初にローソンさんという形になりましたけど、としてなのか、やっぱりそこはあえてポイントサービスというか、何らかの考えがあって、これ正直申し上げますと、ちょっと独立で考えていたんです。で、私も皆さんにもよくご指摘いただくんですが、ドコモって一定のアセット持ってるじゃない、いろいろ、それもクレジットカードも含めてですけど、それをもっと有効利用して、かつこううまく組み合わせればいろんなことができるじゃないですかということは彼が言われていて、それを考えていました。その中で一つそのローソンさんというのが別個に出てきてですね、でそれがこう融合していった形でプラス D という概念につながりながら、一方では地方創生だとか社会的課題というものの、その解決も大きく言えばプラス D の中に入ってますから、そういう意味において我々のアセットをどんどんこう有効活用する方法というのをこれから考えていきたいなという一つの起点にちょうどうまくタイミングがあったというふうに思います。ポイントカードといいますと、家電量販店強いと思うんですけども、そんな中ソフトバンクがヤマダ電機に出資したという状況ありますが、あの辺をどう捉えていらっしゃいますかね。出資の話で他社さんの話なので、私はコメントする立場にはないでしょうけれども、結局質問を受けましてね、山田さんが全部そのソフトバンクさんに来ませんかなとか、それはあまり考えられないなという気がしてます。お客さんからすれば、また山田さんもお客さんのことをお考えになれば、いろんなものが揃っていて、いろいろ選択肢があるという形をやっぱり訴求されるんじゃないかなという気もしますし、ポイントという面で出資関係というのはあまり見たことがなかったです。すみません、電力とのセット割についての考え方をお伺いしたいんですけれども、本日東電さんとソフトバンクさんアライアンスについてリクエストされているようなんですが、そうですか、本社は東電さんとの話し合いとか進捗いかがでしょうか。私もいろんなところと検討してます。でいろんなところと組みながら、セット割だけではなくて、お客さんにとってさらにこう付加価値、今日のプラス D ではありませんけれども、付加価値、新しいものをこう考えていこうと思ってますので、そんな議論を、いろいろ並行しながら進めてはおります。東電さんとソフトバンクさん、ちょっと今日発表されているようなんですけど、その辺についてはどうご覧になってますか。それはそういう結果なのかという感じがしますけれども、コメントはポイントをつけると、やっぱり持ち出しもだいぶ出てくると思うんですけれども、そこらの業績への与える影響と、例えば去年、診療金制度を入れて、予想以上に人が入っちゃったので、予期修正って感じだったので、そこら辺について、すみません、去年は大変ご心配かけましたけれども、そういうことは今回のポイントの中ではないと思ってまして、いろいろリストラク
チャリングしながら長く使っていただいている方というその新料金の概念ですね、長くお付き合いいただいているとお得ですよという概念も入れながら少しリストラしておりますので、そこは全体の中で、私ども検討しております。オレンジのカードは立ち上げに300億ですよ、なんか突っ込んだらしいですけど。あ、そうなんですか、はい、いや私は存じ上げませんけれども、我々のはベースがですね、説明しましたよね、 DCMX だとか DCMXID、 DCMX ミニでございますので、ここのところはもう10年来やってきておいて、きっちりとした基盤ができていて、実はこれは打足ですけれども、クレジットカードの事業そのものも、まあ、彼が担当してますけれども、黒字にやっぱりちょっと時間かかりましたけどなってきましたし、そういう積み上げがありますので、その上で展開できるものがこれから楽しみだな。ちょっと改めてですね、そのシムロックフリー、まあ、各社が導入していく中でビジネスってどうなっていくっていうふうに、なかなか難しいですよね。まあご質問を受けた時にも我々はまあ随分前からガイドラインに従ってやっておりましたので、どうでしょう、年間10万から12万ぐらいの、そんなものをもう結果として持っております。そんな中でどう動いていくんだろうというのはちょっと読み切れないところがありまして、新しいスキームの中でどうなっていくんだろうなというのは私どももよく考え、またお客さんの声に耳を傾け進ませていかなければなと思います。今回その2006年の10月 の MNP とその比較して、その同じくらいのインパクトがあるのか、それほどでもないのか、どんなふうに捉えてらっしゃいますか。あんまりそれは考えても見なかったんですけども、どうなんでしょうね。今までもガイドラインではやってきましたので、それほどの大きな違いという感じはないように思いますけれども、 MNP というのは全く新しい概念が入ってきたわけですから、その概念のいわゆるパラダイムにシフトと今回のものは少し違うのかなと思いますけども、いや、どういうふうにお客さんが対応されて、どのようにそれを利用されるかというのもよく見てみたいと思います。今回 SP モード形態だったり、まあ、コセーバーだったり、結構コストを意識されて端末を揃えてあるなという印象を受けたんですが、何かその辺で方針が変わったり。いえ、方針変わってません。昔から安くていいものを作ってくれと言ってましてで、なかなか最新技術をどんどんこういうふうに上がっていくときに入れていくと、やっぱり高くなってきたという歴史はあるんですけども、ある種その機能性能というのは来てるのかなと思ってました。その中で、よく使われるものとかいうのをうまくまた安く作っていただけるフェーズに入ってきたのかなと思います。今回ドコモ携帯に Android を搭載されて、お財布携帯等を除かれたということで使わない機能を省いたというお話だったんですが、今現状ドコモ携帯のユーザーさんというのはどういったユーザーさんがいらっしゃるんですか。ですね、なかなかあれなんですけど、いろいろ分析していて細かいことは申せませんけれども、やっぱり、メールそれと音声通話というのが主ですね。で、特にお使いの方はもう話するのはこれがいいと、やっぱりこうちょっと長い分折れてる分というのはもう慣れているという感じがありますね。それとメールもこれで入れた方が早いと何やら安心だとおっしゃる方が多い。そういう方々がやっぱり体操だと思ってます。その中である人は何かを使われてあるんですけども、丸山が申しましたようにそのアンケートとかですね、実態を踏まえて機能をこう取捨選択しているというところです。ロードのアプリですとかサイトも使うユーザーはもう少ない。そうですね、アプリそのものっていうのがどうでしょう、使っておられる方がおられると思いますけども、一方でそういうアプリ系をですねどんどん使うぞという方はスマートフォンに移っていただいているんじゃないかなと思ってます。2機種だアイモード の利用者の1万人満たないようなそのコンテンツプロバイダーさんからすると、その SP モードへの移行ってかなり その負担で、そのあたりって結構こうドコモさん その判断っていうのは影響大きいんじゃないかなっていう印象を受けるんですが、1万以下ぐらい の, その、加入者がいないようなそのサービスたくさんあると思うんですよ、はい、無料も有料も含めて、はい、そういうところってその SP モデルの移行って、まあ、ドコモさんのプログラムがあってもなかなかその進まないっていうところってあると思うんですね。でそういうサービスをその便利に使ってらっしゃるっていう方ってそのフィーチャーフォン使ってる方の中に たくさんいると思うんですよ。そこ そのなんか支援策みたいな。そうですね、その一度作っていただいたものだとかあまりその大きな公開というのはスピードはそんなに速くないと思っていて、まあ、そこはプロバイダーさんとご相談であり、その意見もいただいていますし、逆に言いますとあまり使われないものは私ども本当に勇気を持ってですねやめようと思ってます。
そういう取捨選択もして、お客さんにも、プロバイダーの方にもあまり負担がかからないような形というのを考えていきたいと思います。逆にでもそこプラス D の発想からいうと、その投資というか新たなそのサービスの創出みたいなことになったりしないんですか。新たなサービスを創出していこうと思っています。おっしゃる。ただそれはスマートフォン上で特にやっていくことなんだろうなと思ってます。すいません、次で最後の質問でお願いいたします。2機種出され、ガラケーですね、2機種出されて2機種ともまあ最小限の機能ということでいくと店頭で混乱が出るんじゃないかなという気がちょっとするんですけども、まあ、今までのものも売ってますのと、まあ、冬どういうものを作るかって今はっきり言えませんけれども、またちょっとテイストの違うものが出てくる可能性はあります。すみません、今までのアーキテクチャのガラケーというのは供給は続けるとおっしゃられてましたけど、はい、供給を続けますし、ある時に部品だとか OS のレベルでですね、その後こう継続できなくなるだろうという見通しは持ってます。それがいつだかっていうのはちょっと見定めていきますけども、モデルチェンジはしないと。ある程度モデルチェンジもするかもしれません。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、申し訳ございません。どうもありがとうございました。ありがとうございます。